世界中住んでるリスといえばラタトゥスク、この人しかいない。このリス、ワイタシマだとユグドラシルに住んでて、いろんな人の悪口を言って回ってる。あ、そういう感じ。ユグドラシルに住んでるいろんな動物の間を行き来して、お互いの悪口を伝え合ってるっていう、なんか最悪です。結構悪いキャラだから。最悪のリス。今から、まあ、移動はするんですけど、実はここにその9つの世界を表して、まあ、このゲートみたいなのを通って世界を移動するっていう、まあ、ゲームの設定ですね。で、今真ん中にミズガルズがあって、はい、まあ、これちょっとこれ見るとその下から木が生えてて、すいません、ちょっと割れて今カーソルが合わないんですけど、上のこの玉、ここが実はアースガルズのマークで、なのでさっきちょっとあの展開にアースガルズがあるって話だったと思うんですけど、はい、こう見るとその木が生えてて、ミズガルズの上にアースガルズが位置してるので、確かに上にあるっていう位置関係でこれ表されてる。そうですね、これはこのサンブエッターの中の世界観を表していると思います、はい、ユグドラシルの上の方にアースガルズがあって、はい、真ん中にミズガルズがあってっていう、下ヘルヘイム、ヘルヘイム、そうですね、ヘルヘイムの死者の世界なんで、じゃあやっぱこれ位置関係は、そうですね、サムエッター、はい、ミトマルにムスペルヘイムがあったり、そうそう、スバルジャルフヘイムがあったり、ヨトゥヘイム、ミズガルズ、アースガルズ、ヘルヘイム以外の位置関係って神話だとよく分かんないんですよ。あ、でヨトゥヘイムの巨人の世界はミズガルズの外側にあるっていうのは分かるんですけど、はいはい、他がどこにあるかっていうのは、あるかっていうのは分かんない、特に電球もされてないし、アールブヘイムとか妖精の世界だと思うんですけど、そうですね、アールブヘイム、これがどこにあるのかとかよく分かんないんですよね。じゃあ基本この幹の部分のアースガルズ、ミズガルズ、ヘルヘイムラインだけはっきりしていて、あとヨトゥヘイムが外側に何かあるっていうのは資料としてちゃんと分かった、はい、それは言及されてるんですけど、はい、あとこのユグドラシルから9つの根が伸びていて、それがそれぞれ9つの世界につながってるっていう詩で言われてはいるんですけど、はい、9つの根が上下とか東西南北とかどっちに広がってるのかとかはよく分かんないんです。一応これ根は張ってるんで、そういうことだっていうこと、そうですね、位置関係っぽいのはある程度なってるし、はい、枝も生えてるし、繋がってるしっていうことだった、ね、はい、枝を伸ばしてるっていうのはやっぱり9つの世界につながってる、はい、ユグドラシルがつながってるっていうのを表してる、はい、まあ、ちょっと後ほど他の世界も行きたいんですが、はい、もう一つの家のシンドリの家ってもちょっと行きたいと思います。で、実は今ちょっと今ワープするためにこう世界の狭間みたいなところに来てるんですが、ここ、まあ、木なんですけども、うんうんうん、これ多分ゲーム中で世界樹って表現されていて、はい、世界樹の枝のところを、まあ、歩いて今世界を移動しているっていうゲーム上のイメージ。なるほど、確かに世界樹の根でつながってるって言及は神話にあるんですけど、だからといって世界樹を歩いたりするシーンとかないですね、はい、特にそういうの。移動手段は不明なんですか？移動手段は確かに不明だなぁと、木を伝っていってる描写を見たことないこれはモロで歩いてるんですけど、はい、もしかしたらこうやって歩いてたかもしれない、かもしれないし、例えば地下の死者の国に行くときに地下に下っていくっていう描写とかあったりするし、馬で越えていくとかって話はあるんですけど、何を越えてるかっていうのは分からない、その道が木なのか普通の道なのかとかは全然分かんないですね。なるほど、じゃあこのゲーム中では本当に枝を渡っていく、枝を伝っていくんです、伝っていってそっか。でこちらとシンドリの家で、世界の狭間の中にある家で、だからこれちょっと世界中の根とかがちょっと張っちゃってはいるんです。そうですね、はい、結構豪華な家ですねこの世界樹周りにさまざまな生き物が実はいて、と例えば一人呼んでみるとリスが出てくる。リス、あ、これはラタトスクですか？あ、そうですそうですね、世界樹住んでるリスといえばラタトスク、この人しかいないこの人しかいない呼び出してきてくれるんですけど、なんかすごいおしゃべりなリスで、このリス味方なんですか？有効ではありますね。ちょっとフォトモードとかで見た方が、うーん、リスちゃんの子このリス、王人が化けてたりとかしないですか？あ、それはゲーム中なかったはず、目が片方ないから確かに怪しい感じだった神話で片目といえば王人ですか、ね、そうそう、あれですね、王人も結構いろんなものに化ける。そうですね、結構変身はよくしてますね。ロッキーの方が話多いですけど、王人もよく変身はしてますね。
ですね、この眼帯つけてるのなぜかちょっと分からないですけど、怪しい怪しい空気感おかしいわね、片目隠してたら大体王子だこのリス、ワイタシンワだとユグドラシルに住んでて、いろんな人の悪口を言って回ってる。あ、そういう感じユグドラシルに住んでるいろんな動物の間を行き来して、お互いの悪口を伝え合ってるっていう、なんか最悪です。結構悪いキャラだから。最悪のリス。でもゲームの中では有効的なんですね。特に悪いことはされてない。悪いことはされてない。なんか今ちょっとふよふよとなんかちっちゃい霊体のリスみたいなのがいるんですけど、一応そのなんかラタトスクの性格がなんか分離してちょっとうざいんですよね、それぞれ。すごい怒ってるやつとかもいるし、なんかなよなよしてるやつもいるみたいな、なんかそういう感じでなんか絡んでくるんですけど。なんでだろう。気になっていたのですが、あなた様は遠方からいらしたんでしょう。ああ。そちらでは一体どなたが世界樹の世話を。故郷に世界樹はなかった。世界樹がないって、そんな強情だろ。ギリシャ世界には世界樹はない。世界樹を行き来するんです。徒歩か船で。なんと、そりゃ嫌気がさすはずです。また何かありましたら、いの一番にお知らせします。あ、でもこの世界樹の住人で情報屋的なとこは反映されてるんですかね。ちょっとなんかイヤミとか今出てきたんですけど、さっさと消えろとか言ってきたんですけど、まあなんかそういういろんな性格のリスもいて、まあ、一応こいつはいろんな情報もくれるし、おしゃべりも結構してくれて、世話をしてるリスっていう設定だったと思います。なるほど。神話では特に世界中の世話はしてませんでしたけど、ね、どっちかっていうと世界中を枯らせる方に。あ、枯らせる方にしてるっていう。あれ、そうですね。もしかしたら僕の勘違いかもしれない。ちょっと見てみます。一応これでアタトスクの説明なんですが、世話をしていると。あ、そうですね。世話を自称しているなんで、実際にはしてないかもしれないですね。口数の多いです。かなり慣れならしい面があるものの、無害です、親切である。無害で親切である。なるほど。無害で親切なんだ。そうなんだ。割と世界中に害はだいぶ存在として出てきますけどね。北欧神話。そう、何をしてるんですか。食べてるんですか。いや、神話では上の方に鹿が4頭ぐらいいて、世界と。その鹿は葉っぱを常に食いちぎって、はい、世界中にダメージを与えていて、そんなやばいやつ。で、その下の方に行くと根をかじってるニズホックっていう竜がいるんですけど、はいはい、このラタトゥスクは自分でかじったりはしないけど、そのニズホックと上の方にいる鹿との間を行き来して、お互いの悪口を伝え合って、こう不和の火種を撒いてるというか、争いの火種を撒いてるみたいな話で出てきますね。なるほどですね。ラタトゥスクとかニズホックとか鹿とかは基本的には害を与えている動物たちですよね。スノーピーが書いたサンブエッタだと、こういう動物が常にダメージを与えていて、でも運命の女神たちが水をかけてなんとかダメージを回復させようと世話をしているっていう対立で書かれてますよね。美味しいから食べてるって、どうなのか分かんないんですけど、ある解釈によると、やっぱり北欧神話って最初からもう滅びの運命が定められているから、世界中もいつかは歯を食い切られたりとか根をかじられて、いつかは滅んでいくっていうのを暗示してるんじゃないかっていう解釈がありますね。ちなみにちょっと今出てきた鹿が実はいまして。あ、鹿もいるんですか。実はその世界中から飛び出しちゃって、自分が助けたんですけど、鹿たちを。そしたらまた世界中に戻ってきてしまった。今の話聞いて戻さなかったって話なんですよ。戻さない方が世界中にとっては良かったかもしれない。あそこに鹿がまず4頭いて、多分それがなんか春夏秋冬を表してるんで、一応ゲーム内の設定であって。なるほど、はい、これちょっと食べてる可能性があって、多分こっちの鹿がもろに食べてて、うん、鹿って現実でもやっぱり木の根を食い荒らして森を枯らしちゃう存在だから、そうです、ね、北欧の人々にとってもそういうイメージがあったんですよね。あ、これがちょっと鹿が枝を食べている。あ、そうそうそう。ラタトスクの言った通りじゃな。って感じで、あやつも家族が欲しいんじゃ、食べる役としてまさに今食事中でした。って感じで、そうそう、4頭ぐらい作ったっていう設定で、細かいとこまで一応いろいろ登場してくるという。実はですね、ちょっと見づらいかもしれないですけども、あそこの下になんか生き物がいると思うんですが、あれはニズホックです。あ、そうです。あれが実はニズホック、まあ、なんか何かをやってる、まあ、ただ食べてるのかもしれないですけど、多分根をかじってるんでしょうね。一応そのニズホックも出てくるゲーム中で。なるほど。この辺はエッタの役割をちゃんと踏襲して、そうですね、下の方で根をかじって、根をかじって枯らそうとしてるわけですね。確かにさっきなんかあの下にニズホックがいて上にしかないる、うん、そうなんですで、位置関係で言うと確かに下と上でしたね。すごい細かい細かい反映されてる。こんな感じの、なんですかね、ニズホック
足はないんですけど、うん、蛇っぽいっちゃ蛇っぽいし、よく見るとドラゴンっぽいっちゃドラゴンっぽいみたいな、はい、どっちも解釈取れそうな姿ではできました。ロエットでもどっちとも取れる書き方をされてるから両方取れるように書いたんですね。そういうことなんですね。確かにそういうデザインなのかもしれない。一応ゲーム中ではその木の根を守ってるっていう設定で、あ、そうなんですか。でも別にそんなかじってるわけじゃなくて、さっきかじってましたけど明らかに、はい、どうやらそこまで悪さを捨てるみたいな感じではなかったかな。なるほど。この名もない命がけに木を守ろうとした。盲人とかガース親族側が悪役として出てくるんだったら、エッタの伝承とかはあくまでアース親族側から見た解釈で、シカとかニズホックも本当は世界中を守ろうとしてたけど、アース親族側から見て敵として描かれてるから、かじってるとか害を与えてるっていう風に伝承されてるって解釈なのかもしれない。あ、立場によって立場によって見方が変わると。ヤスランドで書かれたサンブエッタとかは結構アース親族側によって書いてるというか、そっちの立場で書かれてますしね、はい、巨人族は敵だとか、人間は神々に支配されるべきだとか。こう見てると結構マイナーな名前まで出てますね。グリーラとか、グリーラ神話だと出てこない。あ、これですか。グリーラ、現在のアイスランドでクリスマスに出てくるサンタクロースが13人いるんですけど、あ、はい、その13人のサンタの母親のトロールがグリーラなんですよ。だからサンタクロースの母親のトロール、そう、これもちょっとややこしいんですけど、もともとアイスランドってクリスマスの時にトロールの子供たちが13人いて、それがクリスマスの13人1前から町に降りてくるっていう、これはまあ中世からあるわけじゃなくて近世以降の新しい伝承なんですけど、そのお母さんのトロールのグリッタがめちゃくちゃ怖い女トロールで子供を食べてしまうって言われている。これはでもそういう設定じゃないんですね。ですね、厳密に出てきて、出てくるシーンがそのヨトゥンヘムでまず出てきて、はい、でそのアングルボザっていうのは後ほどまたと、はいはい、アングルボザも重要キャラクターですね。そうですね、おばあさんとして出てくる。で、厳密にも結構怖かったんですよね。エッタ神話にアングルボザは出てくるけど、その母親とかおばあさんの名前出てこなかったはずなので、はい、このグリーダは現代のサンタクロース伝承のグリーダを反映してるんじゃないかなと思います。確かになんか人を食べてるっていう感じではなかったんですけど、動物の魂を食べてた気がします。結構やっぱりすごい怖い存在として現代でも伝えられてるんですね、グリーダって。よくアイスランド人の友達に聞くと、子供の頃悪いことするとグリッダーに食べられるよって脅されたりとか、ナモハゲみたいな感じですかね、日本で。そういうやっぱ怖い存在だから使われたんですかね。もしかしてグリーダーが生き物から魂を奪ってるのかなみたいな感じで、確かにその魂のないなんか抜け殻みたいな動物が結構いて、それをグリーダーが食べてるとか奪ってるっていう設定がちょっとあります。それは今のグリッダーのイメージでしょうね。もう一回データ遡ってしまうんですが、ストーリー上だと簡単にご説明すると、今チュールっていうのが囚われていて、まあ、それを助け出すみたいな話がちょっとあるんですよ。それをオーディンと囚われてるって言って、そのチュールがなんか巨人族と仲良かったらしくて、でオーディンが巨人族に宣戦布告したことによって仲良かったチュールが幽閉されてるっていう設定でゲーム中は進んで、で楽なのかと避けられないみたいな話がそのゲーム中で出てる中で、チュールを助けて仲間にした方がいいみたいな話でちょっとそのゲームは進んでいくという。なるほど、はい、テュールってあの情報が少ないんですけど、エッタの中では、はい、でも巨人の息子だとされてるんですよね。やっぱりエッタの中で巨人側ではなくて、一応オージェンたちと同じアース親族の一員にはなってるけども、はいはい、生まれはもともと巨人の息子っていう話はかろうじて残っていて、はい、だからその辺を反映するのかもしれないですね。エッタだと幽閉される話はないですけど、はい、あのフェンリル狼に腕を噛みちぎられる神話ぐらいしか残ってないんですけど、アイスランドだと目立ってるシーンはないと思います。ないです。多分かつてはデンマークあたりにはあったはずなので、はい、その辺を意識してるのかもしれないですね。で、オージンが捕らえてるっていうのは、今残ってるエッタ神話だとテュールの出番がオージンに食われてるみたいなのもあるので、それ考えるとちょっと面白いな。かつてはやっぱりオージンとダメを張るぐらいすごい人気だった神だったはずなんですよね、はい、テュール。特にデンマークって古代のローマ帝国と近いので、ローマ帝国の先人のマルスか、マルス、ギリシャ神話のアレスとかローマ神話のマルスと同一視されて信仰が厚かったって言われているんですけど、今残ってるエッタだと全然その片鱗がなくなってしまってるので、はいはい、それ重ね合わせると面白いなと思って。
そういう影響でちょっとなんかちょっと大勢やトールに役割を取られている感じが確かにちょっと連想しますね。本来のその北欧神話のエンタとかあとラグナロクでも一応戦う役割を持ってます。戦うことは戦います。そうですね、戦うことは戦うけど確かに先人らしい活躍する神話がないんですよね、アイスランドのエッタだと。じゃあ確かに妥当な立ち位置なんですね。まあ王子やソウルに立ち位置を食われてしまったみたいまさに感じはしますね。でここそ先ほどあの神族の家説明したところ、ちょっといろんな登場人物がいるんですが、うんうんですね、さっきちょっと話も出てきたチュールが実はここにいまして、うん、まあ、さっきあの幽閉されてるって説明あったんですけど、助けたんです、はい、助けて今一緒に暮らしてるっていう説明です。チュールは巨人族出身だからちょっと大きめになってるんですかね。そうですね、だいぶでかい身長設定で、うん、結構優しめな感じの性格で、そんななんか激しい人ではないです。その軍神って多分設定だと思うんですよ、ゲーム中では。あんま戦いたくないみたいな感じのおすとやかな、おとなしい感じです。おとなしい感じです、はい、でもちゃんと腕が2つあるんですね。チュールといえば片腕ないっていうイメージだったから、確かにちゃんと腕あるんだなあるパターンです。本当に手を貸す気はないの？信頼できる賢明な相談役にはなれる。それがいいことでも力を貸して。ラグナロクに参戦してくれっていうのを言ってるんですけど、参戦したくないんで話をしてる感じですね。平和主義者なんですね。そうですね、こちらのチュールはだいぶ平和主義者、うんうんうん、確かにエッタの中に残ってる数少ない情報ではチュールは割と平和主義というか、狼のフェンレルに関しても他のアース神族は全然世話しようとしなかったのに、チュールだけがご飯あげたり世話をしてたって言われてるし、ご飯作ってたの、まあ、ご飯作る描写があるわけじゃないんですけど餌をあげてたっていう描写が多分あったと思うから、割と優しい心の優しさが見えますね。そうですね、すごい優しく見えてきましたこの絵が、うん、そうなんです。ちなみにここにいて今机掃除してるのがシンドリです、あ、シンドリってあのカジノドベルグのシンドリですか。はい、で兄弟でいてこっちにちょっとシンドリがいて、こっちにブロックかな、シンドリブロック兄弟は神話でもよく出てくる、はい、あ、よく出てくる2人で、はい、このカジバでよく2人で作業してたりします。そうですね、シンドリブロック兄弟はトールのハンマーとか作ってくれた、とても神々の役に立つ兄弟です。ミョルニルとか、ミョルニルとかカジノでは本当にすごいみたいな設定ゲームでもあって、ただそう性格にちょっと若干なんかあったり癖が強いキャラである。そうですか、野菜貴重なの貴重なビタミン源なんだけど野菜はすごい切れてます。結構なんか怒りっぽい感じで、本当は優しい人なんですけど、ちょっと口調が荒くて、うん、常に怒ってる感じのトーンで話してくるっていう。なるほど。こちらが一応主人公が寝てる部屋なんですが、まあ、だいぶなんか、うん、やっぱりその最初の家と比べてだいぶしっかりした。そうですね、あれ、窓ガラス使ってるんですか。窓ガラスがありますね。これはなかなか近代的なガラス自体が時代的なローマ帝国とかでも作ってるのは古いんですけど、はいはい、北欧でガラスを窓に使うっていうのはもっとやっぱり後の時代で、中世とかバイキング時代にはすごく貴重品なので、ガラス瓶とかを南から輸入してくるとかはあるんですよ。窓に使うっていうのはまずないと思います。あ、なるほど、はい、そもそも窓なかったって。こんな広い窓じゃなくて寒いとこでもあるのでちょっと開くぐらいの窓で、そこに例えば羊の内臓の膜を張ったりとか、羊膜、羊膜、子牛が生まれた時に包まれてる膜とか、はいはい、ああいう膜とかそういう薄い皮とかを張ってガラス代わりにしてたんじゃないかと言われてますね。生物を乾かしてからちょっと乾かしてから、はい、羊の皮は乾かして紙に使ったりもするので全然大丈夫ですよ。ビンがあったりするんで、まさに輸入品なのか。これはもうローマとか地中海からの輸入品でしょうね。輸入品がちょっとありますね、うん、これは明らかにビン、明らかに国王では作ってないはず。ろうそくもあり、こんな食材についてるろうそく、キリスト教の教会とかじゃないと使えない。確かにかなり贅沢な品を使ってますね。略奪してるイメージです、うん、略奪してきたのかもしれないですけど。確かにそういう感じですよね、うん、鉄製品は作れることは作れると、はい、
んな金の食材とかガラス窓とかは作れないですね。あの実際の YK 材の北欧だったら。じゃあやっぱり輸入品か略奪品の可能性か、うん、そうですね、略奪品を気に入って使ってるっていう可能性はもちろんありますね。 ありますか。北欧の、まあ、バイキングのための意味ですけど、略奪したものってあれは使うんですか、売らないんですか。いや基本は売る方が多いと思います。例えばこういう金の食材とかも溶かしてしまって地金にしてしまえば、あの通貨代わりに使えるので、そのまんま売る場合もあったとは思いますけど、はい、これをでも自宅で使うっていうのは相当贅沢なんじゃないかな。もうちょっとまあ瓶系のやつがあったり、天秤ですね。天秤があります、ね、あでも天秤はバイキングは結構よく使ってて、あそうなんですか。こういう折りたたんでコンパクトにできる天秤とかが見つかっていて、進んでます、ね、そうなんです。結構商取引するときにこういう天秤を持ち歩いてて、そこで商品の重さと支払いの銀の重さとかを測ったりしていたらしいですね、はい、割とちゃんと商売してますね、はい、割と商売人なんですよ。それ紙ですかね。これ紙ですね。これなんか見た感じパピルス文書っぽいなと。ヨーロッパって基本的に北の方って羊皮紙、羊の皮とか牛の皮とかの羊皮紙なので、はい、でもちょっと分かんないな。こういうのを丸めて使うこともなくはないけど、バイキング時代とかではあんま見ないな。地中海世界だとやっぱりパピルスっていう植物で作った紙が割とよく使われてるんですよ、はい、だいぶ薄くて丸められる感じですけど、はい、羊皮紙はちょっと違う。あでも羊皮紙もこういう風になるので、これは拡大してくださったのを見ると羊皮紙っぽいですね。あなるほど、はい、パピルス分子は結構繊維質の縦横の線が入ってる。確かに確かに繊維っぽくないから確かに羊皮紙とも言える。羊皮紙あ読み書きができるってことですかね。シンドリ兄弟はその可能性はありますね。それはすごい教育レベルあここにもいっぱいありますね。巻物っぽいのが、でもこういうなんか巻物で保管するのってどっちかっていうと羊皮紙よりもパピルス文書の方がメジャーなんですけど、なんかアレクサンドリアの図書館とかこういうのがいっぱいそうなんですあったイメージです、ね、別に丸める羊皮紙がないわけではないから、まあ、羊皮紙とも言えなくもない、うん、言えなくもない。あと先生読み書きができるってことなんで、かなり教育レベルが高い。そうですね何語で読み書きしてるの、うん、発注ですかね。家事の発注発注書それはエッタの中の良さとはだいぶ違うところです、ね、文書でやり取りなんか絶対しないので。あ絶対ないんですね。それは口頭で全部やるから。でも本がありますからね。あ 本もあるんですね。本もある。実際のバイキング時代より文明レベルが高い良さになってます。読み書きできる人はいるんですか。もちろんいるんですけど、キリスト教に改宗しないと基本的には使わないので文字って。仏教時代は基本的には口頭伝承で何でもやるので、そのキリスト教が広まってからやっぱ国交神話っての記録があるんだから、そこに繋がってくるわけです。そうなんですよね。ちょっと今水ガールズと世界中ら辺のものを見てきたんです、はい、まあ、せっかく世界が他にもあるので他にも見ていきたいというところで、スバルタルヘイム、はい、まず行ってみたいと思います。スバルタルヘイムは神話上ではどういうものとされているんですか。神話上ではそのスバルトアールブっていうのが黒い妖精っていう意味の言葉なんですね。黒い妖精、アールブルっていうのがいわゆる妖精って訳されている人たちで、アールブルって種族には光の妖精と黒い妖精と2種類のアールブルがいるとエッタでは言われていて、はい、そのうちその黒い闇の妖精が住んでるのがスバルト・アールブヘイムだっていう説明なんですよ、はい、だから誰が住んでるのかをちょっと見たいなと思ってて、はい、スバルト・アールブルっていう存在って全然出てこなくて神話の中では、はい、そのスバルト・アールブルはスノッリのエッタとかだとドベルグル、英語でドワーフって言われてる、はい、ドワーフと同じものとして扱われてるんですよね。あなるほど。だからここのゲームで住んでるのがスバルト・アールブルなのかドワーフなのかなっていうのはちょっと気になってて、はい、そちらの回答からさせていただきますと、ドワーフが住んでる世界です。なるほど。ってことは多分同一視されてるっていう設定を元に作っている。はい、スノッリの書いた三部エッタの設定を引き継いでるんでしょうね。ちなみにこちらのいる人もちょっとドワーフの家事師なんですが、ドワーフがどこに住んでるかってエッタの資料の中でもそんなにはっきりしてなくて、いくつかここっていう名前が出てきて、そのうちの一つがスバルト・アールブヘイムだし、名前がついてない地下とか山の中とか岩の中とかに住んでいるって記述もあるし、あとニザブエリルとか別の名前の世界に住んでるっていう記述もあるんですよね。一応この地図をまずお見せすると、ここはスバルト・アルフェイム、ゲーム内に行ける前景ではあるんですが、おニザベリルありますね。そうですね、先ほど名前が出てきたリザベリル、はい、
ていうところで、ここが主にそのドワーフたちの町、一番でかい町としてここに住んでるっていうゲームで設定で、ニタベリルにドベルグルたちが住んでるっていう話もあるので、なるほど、それで使ってるんでしょうね。スバルダルヘイムの中にニタベリルがあるっていうのは書いてないけれども、このゲーム内では組み合わせて作ってあるんですよね。ドワーフ周りなので、そういう鉱山とかも結構そうですね。ヤンスミーダの鉱山、ヤンスミーダって多分アイスランド語だとヤールンスミズになるのかな。ヤールンっていうのが鉄で、スミズが火事なので、はいはいはい、鉄火事的な意味だと思います。やっぱりドワーフにリンクするようなワード、そもそもドワーフっていうのは火事が得意で、鉄とか岩とかそういう系を熟知してる人みたいな、はい、そうですね。エッタに出てくるのはアイスランド語でドベルグルって言われてるんですけど、やっぱり火事が得意で、グングニルとかミョルニルとかそういう魔法の武器を作ってくれるような存在ですね。基本は地下とか山の中とか暗いとこに住んでると言われてて、もともとは現象の巨人のユミルの死体の中で湧いてきたウジ虫が元になって、そのウジ虫を王人たちの神様が生き物にして作ったって言われて、はいはい、で小人って訳されることが多いんですけど日本語だと、でも実際に体が小さいかどうかっていう記述はないので、小人かどうかはよくわからない。日本語の問題でもう小さい人みたいなイメージになってるけど、ね、明確な身長の記述とかないから、別にでかいかもしれない、でかいかもしれないし、まあ、読んでる限り神様とか人間と対して変わらない大きさとして書いてるような感じなんですね。でもやっぱりドラマだったり映画だったり出てくるドワーフでも絶対みんなもちっちゃくて、そうですね、なんかずんぐりむっくりしたドワーフっていうイメージはトールキンの指輪物語とかのイメージが強いんだと思いますね。そうです、石像もありますけど、はい、まさにドワーフっぽい、そうそうそう、いわゆる今流通してるドワーフのイメージはあんな感じですね。そっか、なんか結構綺麗なとこですね、スバルタ。あ、スバルタでもそうですね、だいぶ綺麗なとこで、なんか神話だと基本地下とか暗いとこにあるニザフェルとかも暗いってイメージの名前だから、はい、暗くて地下にあるイメージなので、こんなすっきりした空に見える青空いいとこだなと思いながら、ね、だいぶ水も綺麗ですし、神話のイメージよりだいぶいいところに見えます、ね、ちょっとそのニザベリルに行く前に、ね、この世界で、ね、でかい動物がいるので、はいはい、そちらちょっとお見せできればと思うんですが、はい、あの奥にいるのがリンドバーグ。あ、これ生き物なんですか。そうですね、すみません、なかなか認識できないんですけど、あの左の方に口があって、でここに目があって、でクジラっぽい感じで、リンドバーグって名前で、なんか鎖に縛り付けられてこの世界にいると言って、でもこれは北欧神話は出てこない生き物だと思います。クジラは出てこないはず。ミーミルが何か悪いことをしてすごい非道な扱いを受け続けてきた生き物として、まあ、今回そのスバルタルフェイムにいるっていう設定ですね。脂肪を取ってたとかって記述があったから、やっぱりクジラが元のイメージなんでしょうね。そうですね、多分そういうことなんだとは思うんですけど、あまり北欧神話では聞かない、はい、クジラは出てこないと思います。北欧とかあっちの方だとクジラとか出てきそうですけど、意外といないんです。意外と神話の中には出てこないですかね、はい、もちろん佐賀の中では出てくるし、現実的にはもちろんクジラたくさん食べるんですけど、はい、嵐とかで打ち上げられたクジラを砂浜でみんなで解体して食べたりとか、その肉の取り分をめぐって争いになったりって話が佐賀によく出てくるので、生活的にはちゃんと密着してたはずなんですけど、はい、神話には出てこないですかね、と中にも。ちょっと今結構最初から気になっていらっしゃったかもしれないんですが、ミーミルってワードが出てきて、ミーミル気になってました。で、まあ多分さっきからこれは何なんだっていう、そうそうですところで、はい、こちらがあのミーミルですね。はい、首だけで生きてるっぽいからミーミルの首だろうなとは思ってたんですが、首だけで生きてる生き物はエッタの中ではミーミル、あ、ミーミルしかいない。なるほど、じゃあまあやっぱりミーミルの首だ、分かってらっしゃったってことなんですけど、そうですね、これ実はミーミル、はい、道中この主人公と一緒にまずっと一緒に旅をしてくれる人で、でもミーミルの首って神話だと王人が持ってるはずだから、なんで主人公が持ってんの。ミーミルって神話だとすごい知を持った賢い巨人だと言われていて、王人がそこに行って泉の水を飲ませてもらったりとかして、これなんかあれですね、片目を失ったとか、左もそこである。そうなんです、王人が片目を抵当にしてミーミルに渡して、代わりに知恵をくれる泉の水を飲ませてもらったっていう神話がありますね。じゃあ割と仲は良好な感じ。
そうなんですけど、結構今話したのはエッタの中の話なんですけど、別の資料もあって、別の資料だとミーミルは首を切られる話があるんですよ、はいはい、そこだと王人たちアースガルズから万神族に人質として送られて、いろいろあって首を切られて首だけを繰り返されてくるっていう神話があるので、まあ、王人と仲違いする話はないんですけど、切られた首を王人が魔法を使って薬漬けかなんかにして保存して喋れるようにしたっていう、なるほど。じゃあまあやはり神話上でも生首で喋る、生首で喋るキャラ、生首で喋るし、賢いから王人がよくいろいろ相談してますね、なんか問題が起きると。そうですね、ゲーム中でもかなりやっぱりずっと喋ってる人なんですけど、本当にずっと喋ってて、そんなにおしゃべりだめちゃくちゃおしゃべりの人で、なんかでもいろんな知識はやっぱり出してくれて、やっぱりいろんなこと知ってるので、道中助けにはなるって感じで、まあ、なんでこういう姿になってるかっていう話をちょっと説明する。これこういう姿になったら前作の方で、ああそうなんですか。で前作はオーディンに裏切られたのかで、その木の牢獄に捕まってるって、身動き取れない状態でずっといたんですけど、それをこの主人公が首を落として、その首をフレイヤのところに持ってって魔法をかけてもらって蘇ったっていう設定がゲーム上である。ゲーム上では王人じゃなくてフレイヤーが蘇らせてくれたの。そうですね。でオーディンに対してはめちゃくちゃ悪い印象を抱いてて捕らわれてたので、あれ面白いですね。神話の中で敵対はしてないはずなのに。結構そうですね、ミーミルもそうなんですけど、その本来オーディン側の味方であった人たちが割とこの主人公サイドに来てる感じです、うんうん、さっきの多分チュールとかも、チュールとかもそうです、ね、本来はラグナロクはオーディン側のはずですけど、うん、そうです、こちら側だったりっていうのも一応あるの で, へで今ちょっと船で移動してきたんですが、ここが実はあのニザベリルっていう町で、まあ、さっきちょっと説明されてたようなあの暗い感じでは全くないけど、ないですね、だいぶ外にちゃんと家が建ってて、めちゃくちゃ明るいし、なんだろう、現実の北欧はこんな明るくないみたいな気もする。天気はめちゃくちゃ良好です。良好です。海の色もどっちかというと地中海みたいな綺麗な海の色でした、ね、鮮やかな暖かい方の、うん、暖かい方のイメージがありますね。建築、まあ、何かしらやっぱそういう技術があるのか、すごいちゃんとした家が建ってる、うん、瓦っぽいのもなんか見ついてます、はい、こういう屋根は北欧でもキリスト教に改宗した時に最初に作った教会がこういう樽板教会って言われるんですけど、木の板を組み合わせて瓦みたいにした建築があるから、その辺は参考にされてるんじゃないですかね。あ、こんな感じの屋根に見えるんですよ。こういう感じなんですよ、はい、家の中とかちょっと暗かったと思うんですけど、ちょっと入ってみます。あのちょっとミニサイズなんですね、やっぱり。そうですね、天井高いですけど、うん、ミニサイズですね。でこの人たちがドワーフ、ドワーフってもう酒をめっちゃ飲んでるイメージなんですけど、あそういうのって別になんか記述されてるわけではないんです。これはもうロード・オブ・ザ・リングなのかもしれないですロード・オブ・ザ・リングのイメージが大きいのかなという気はしますねエッタの中でドベルグルたちが特にお酒飲んでるって描写はなくて、はい、むしろアース親族とかソウルとかめっちゃお酒飲む描写があったりしますし、そんなにお酒のイメージはないですかね。基本火事で何か作るとこにしか出てこないからかもしれません。あ、なるほど。で私生活とかは別にそんなに描かれないってことですか。うん、描かれないんですね。ちなみにその指輪物語とかのエルフとかドワーフっていうのは元は北欧神話。そうですね、でもトールキンは本当に博識で世界の神話伝承からいろいろ集めてるから北欧だけではないんですよ。だけではない。でもやっぱり特にエルフのイメージとかは北欧神話に出てくるアールブルって妖精が大きな元ネタになってるんじゃないかと言われてますね。ドベルグルもなんかあのずんぐりむっくりのイメージはエッタにはないんですけど、名前とかが結構ロード・オブ・ザ・リングにはそのまま使われてて、エッタに出てくるドベルグルの名前がドワーフの名前になってたりしてるので、トールキンがエッタを参照にしてるのは間違いないです、ね、家事仕事が得意で山の中とか地下に住んでるとか。確かにあれはもう本当に地下とか、はい、映画上ではなんか豊かな暮らししてますね止めるグルたち、うん、そうですねいい暮らしてるな。カラスやっといたりしますか。カラス本当だ、カラスは王子のスパイかもしれないスパイの可能性がありますけど大丈夫ですかちょっと怪しいですけど王子はカラス神って言われるあだ名があるぐらい、はい、カラスと縁が深いですからね。一応そのゲーム中でもなんかいろんなところにオーディンの目っていう形でカラスがいるんですけど、うん、それは全員倒しました。あ、そうですかやっぱり倒さないと。スマルタル編はこういう感じですか、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、めっちゃいい暮らししてるなってのは面白いですね。イメージとだいぶ違いますね。イメージと全然違う、ジメジメした暗いとこに住んでる一族みたいなイメージだったんで、言ったのと一応その岩の中に家はあるけど明るいっていう、うん、明るいですよね基本的にトーンが明るいですもんね